するんですが、はい、うん、今回のグリーンツアーは4月の16日青森から始まりまして、6月19日東京厚生年金会館まで全国20カ所で行いました。去年の暮れにも、For You というタイトルで全国8カ所をでコンサートしたんですけれども、まあ、20カ所、そうですね、北は北海道、南は、九州、鹿児島まで津々浦々行ったというのは今回初めてだったんですね。で、前回8カ所やった時にはやっぱり気持ちの高まりとして8カ所目で、ああこれここでやっとなんか見えてきたものをもっともっとやりたいっていうところでツアーが終わってしまったのがすごく残念だったんです。で、今回は20カ所あるというので、なんか自分の気持ちをコントロールしながら前に進んでる気持ちっていうのが実感できるのが嬉しかったですね。で、いろんな人に会えたわけなんですけれども、その中でコンサートやっていく中で、今まではからしまみどりがみんなに歌を届けてるっていうところですごくもう 100% もう大変みたいなところがあったんですが、今回はみんなから返ってくる言葉をまず余裕っていうのかな、そういうものができたのも嬉しかったですね。それで一緒になんか言葉とか歌とかおしゃべりとかそういうものをキャッチボールしながら時間を過ごすことができたのが何よりも私にとっては素敵な出来事でした。で、そうですね、もう一つ偉かったな、自分を褒めてあげたいなって思うのは、やっぱりその20本やっていくうちで風邪もひかずに健康でいられたことっていうのが、あ、なんか結構神経ずぶといんだなって思いました。で、失敗もたくさんあったんですけれども、そういうなんかアクシデントを超えていくうちに自分が本当に強くなっていくのがわかるんですよね。舞台の上に立って、あ、みんなと会えたんだから、ここでまたそれなりの思い出を、真実を作っていけばいいっていうところに行けたのも良かったかなって思います。みんなが楽しんでくれたらそれが一番良かったんですけれども、それでは、その、からしまみどりのコンサートの中の曲を、2曲ほど聴いてもらおうと思います。そしてこの曲はですね、やっぱりコンサートならではというので、アレンジも皆さんが聴いてる CD で聴いてるものとは全然違うアレンジでお届けしてあります。春は旅立ち、夢をつないで、2曲続けて聴いてください。
原島みどり春は旅立ち夢をつないで2曲聴いていただきました。